こんにちは、ねもです。パワープロアプリやっていきます。今回はブレイブマッスル高校で専丸選手育成いきたいと思います。早速いきましょう。で今回、専丸を引き出してあります。デッキこんな感じです。鎌狩り、金原、浦賀、穂村、木場妹、ライチと、これでいきたいと思います。早速いきましょう。筋力監督いきますか。よしよしと。サクッと妹に出会いたいですね。メンタルも微妙だなと。ライチ。めっちゃどこも微妙っすね。メンタルいくか。で、しっかり体力回復と。いいっすね、金原。はい。通り骨ないっす。妹いねえ。結構バラバラっすね。そして、もうこれスカウトいくか。よし、ナイス。走った。毎部結構シビアなんでね。妹行くしかないな。ナイス。超いけてる。いいね。そしてライチかな。こいつを最優先で光らしたいんだよね。2倍も評価いったかな。これでおナイス。帳尻いいですね。そしてやんややんや。帳尻合わせとムードとか取りますか。へっすら。ムード取れるか。2倍も。よし、ナイス。もういいですね。下で精神と浦賀の評価もらいましょう。前結構走ってますね。おお、3人。ただこれは回復したいな。無理するより。ライチがメンタルか。そうだな。じゃあ、これ出ますか。お、ラッキー。マジか。いいっすね。おお、やるやんけお前ら。で高速チャージとできたら合宿したいけどちょっときついな。肩お、ロッキー。コツください。よし。ナイス広角。しかもまたラブパ。いいぞー。静香ちゃん優秀。うん、悪くないっすね。素直に回復だな。メンタルがあるかな、少し。素直に回復ですね。しゃあなし。お、ナイス。いいぞ。そこそこ走ってますね、イベントも。この波動コンビが。悪くなし。うん。点数はそんな出てないですけど、まあそこそこですね、流れは。うん。微妙に。一応ひらめいてる。うん。まあ、いいか。そのまま振りますか。よしよしよし。頼むよ。ナイス。からの走塁ライチ。メンタルなんでそのまま行きましょうかね。なんかやれるんだったらやりたいけどやりたいんですが、マジか厳しい。ちゃんこつひねり出すのにすごい苦労しましたね。いいやつ。いやー、権力かな。よし、体当たり。やる気も回復できましたね。なんかでも取っていかないとちょっと厳しくなってきたな。本部。鎌だな。うん、ロボヒオッケー。おお、打撃3。回しますか。すごいぞこれうん、悪くなし。ロボヒよし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 。阿部ヒ金原まだ行ってねえのか。インコース取りますか。どうせ取るしな。インコース、はい。2回目。裏がないち。難しいな。ライチいくかな。コツはライチの方が欲しいんでね、やっぱり。シングルタックだしな、所詮。よし。ナイス。体力が。騎馬芋。踏んどきましょうか。ナイス。頼む、このラブパのうちにめっちゃ重なれ。肩にちょいっと行きたいですね、いけるんなら。ライツ頼む。ライツさん頼む。コネ厳しいよー。流し打ち OK ですね。世界平和。おお、大凶。厳しすぎる。流し打ち。悪球取りますか。悪球代打。もうちょっとないですね。電池が。ゲッツ。よし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 。チャンス。終わり。2人か。まあちょろっと回してもいいけど。まあこんなもんに固め打ちか。まあこれでいいでしょう。精神いいね。もうびっくりした。天才覚醒かと思った。で、怪我。厳しいな、なかなか。メンタル3。これは強烈ですね。強烈だな、これいけたら。パワヒも欲しいけど、これは浮気ですね、完全。キャコツ。違うんだ、君たち。メンタル1、キャコツいけない。パワヒ取るか。噛み合わねえな。強い。まあしゃあないっすね。まあ次回。ちょっと厳しいですね。電池がうまく回ってない感じですね。来い。よし、3人。ああ、でもやる気普通か。キャコツ。まあ、これでいきますか。無理して3人にする必要ないね。ナイス、バナナ。やる気を戻したいですね、早く。ほん。うん、大変取るか。うん、いぶし。うん、ダブルか。そうですね。これでまあいいかな。パーヒもあるのでなんとかなるでしょう。うん、早くやる気を戻してガツッとしたアタック踏まないとちょっと厳しそうですね。あとはそうですね、ライチのコツ、初級と耐栄か。この辺を拾いたいですね。金原のコツ、あとはホムラのコツも、あと何安打ぐらい。ほぼほぼ割れているので。電池をくれ。の、洗い出す。助かった。やる気上がった。これいくか。話なんで、7、1のコツいかないと。マジ元気でいいだろう。初期値なんでね、ほぼ。よし、これでかいぞ。追い風来たろ。よっしゃーこれやばい。これライチ絡んだら半端ないぞ。うん、こういう時一発。これ何点だ？すげえ、なんじゃこりゃー1000 点。守備職人、いやー、守備職マジで。回避してほしいな。強制回避しようかな。いいか。拾ったら、それはそれで。これすげえ。筋力をくれ、マジで。いや、いらんて。博士で流れ変わりましたね。よし、2回目。前2人、2回だぞ。もう技術いいね。オッケー。筋力に集まれ。ライチ。筋力に集めたいぞ、マジで。あー、でもそうか。これまだ、守備のやつ残ってるんですね。これいくか。コツくれってー。よし、終わった。これ来るだろう。よっしゃ。かなり、流れが急に変わりましたね。技術いんねえぞ、俺絶対。魔術師。メンタルか筋力踏まないと。かなり厳しいですね。うん、まんまいくか。うん、騎馬位も行きましょう。バント取るか、これ、直で。うん、っていうぐらい技術がいらねえなって話ですね。デート行きましょう。3回目ですね。いやー、ちょっと緊張するな、今の。4人タック入ったんでね。頼む、筋力と精神。筋力によれ。筋力ないぞ、マジで。打撃1。まあ、これは裏がですね。筋力精神にしたいな、マジで。お。裏が確か精神だったな。ちょい難しいな。精神終わってますもんね。終わってるな。逆境ぐらいか。すごい集まり方したな。ライチすごすぎるぞ。うん。で、裏側からメンタルもやりましょうか。うん、これセクさんめちゃくちゃ伸びてますね、多分。頼むから筋力入れ。金原1、金原。ライチだなぁ。金原でもいいかもしれないですけどね。毎日外すとでかいからな。金原にしましょうか。もうそれいいだろう。うん、3目。静かを待つか、かなり悩みますね。一人、裏が。待たなくてもいいかもな。筋力入れ。3人、肩。うわー、しかしながらですね。うん、これは違いますね。静か込みなんで。メンタルでラブパコイ。ダメか。さあ。うん、4849か。頼むぜー。よし。入魂。ペンチの残量もまあまああるよ。2人。いらないんだよな、これ。重い。もう行きますか、これ。待てないな。いやー、筋力足んねえ。うん。ちょっと心もたないですけど。もう行くしかないな。マジで筋力ほい。ド緊張ですねで、行けばいいんじゃないと。18か。結構余ってんな。肩。もしくは精神。うん、逆境骨いけますか。わあ、初めてか。怪しいですね、いくかどうか。逆境、いい。うん、2人。筋力に回すしかないな。ちょっと早めでお願いします。お、いいよ、悪くない。で、内野安打だけかな、意外性か。うん、1人。休みでいいですね。頼む、来い。来い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 。こね。メンタルに。ん？走塁3？どうしよっかな、これ。筋力間に合うかな、これ合わせて。まあ3人どうでしょうね。臨床いくか。絶好調で3人だからな。ちょろ回ししますか。1、これでいくサイン33、53か。2人。うん、強いっすね、十分。頼む。筋力バーン来い。筋力バーン来い。いやー、2人か。じゃあ、なんか筋力入るやつを狙いつつですね。それか固め打ちが終わってるかな。うん、終わってないです、固め打ち。固め打ち見据えながらですね。がいいかな。固め打ち。まあ金原金、まあいいか、これで。打撃肩。はい。おい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 、頼むよ。きつ。うん、しゃあないっすね。筋力いくか。うん、で、静かあと1回ですね。マジライチさん、よし。轟先輩、本当お願いします。そして、イベント来ない。ほんと轟先輩次第ですね。お待たせいたしました。5番。うん、ライチは行かないといけないな。おお、乾燥するかも。静か静かしもしかしたら評価微妙に足りてないかもしれないですね。ナイス、かなり。うん、こいつ評価怪しいな、マジで。うん、大丈夫そうですね、試合は。いやー、筋力あと1回絡んでくれてればな。うん、やっぱり微妙に足りてないな。デートにしますか。喫茶行きたい。よし。第一、金原、裏が。内野安打がまだか。もらって筋力でも良さそうですね。チョグ取りして。100、120くらいだろう。うん。臨床いらないしな。さあ、行きましょうか。うん、アーティストは完走できなかったっすね。1、2、3、4。ん ?1、2、3、4、5、6 でいいのか。お待たせいたしました。5番。第9。投げました。打ちました。痛烈。いった。なんかいい感じの子作れるといいですね。まあ大丈夫でしょう、試合は。頼むからライチびっくりして。バッチゲット。早急コツ。ん、しかし、いいよ。悪ない。うん、早急骨1か。結構もろもろ直取りになりそうですね。初級直取りきついぞ。うん、フォアボールな雰囲気あるな。うん、さすがに勝てそうですね。危ねえ。うん。まあ、行きますか。一応 S か、ここで。まあ、終わってから振りたいけどな。入魂は取るしかないな。これ取らない選択肢ないな。そうですね、あとは、流れだな。カンストはしないだろう。まあ一応振っときますか。守備振るかな。そうだな。45にするか。きましょう。うん、そこそこの選手はできそうですけど、どうでしょうね。やべえ。小賢しい。小賢しい投球してきますね、マジで。やべえ、燃えまくってる俺が。よし、なんとか。小賢しい。これ全然安心できねえな。さすがに許してほしいですね。許されねえ。わあ、いいコース。やべえ、引っ掛けた。よかった。なんとか勝てましたね。12点。うわ、危ねえ。許された。うん、なんとか1位で取れましたね。うん、9460点。結構出てましたね。あと1回筋力きてたらな、これ完璧だったな。そうだな、これ振り方ちょっと大事だな。ちょっとガチ振りしますわ。ちょっと待ってください。まずこれは確定だろう。で、そうですね、何で振っていこうかなと。カーターかな。うん、精神の勝負師で振るか。ちょっと難しいっすね。どうしようかな。守備振るしかないんだよな、これ。A まで伸ばせないな。そうですね。なるほど。粘り打ち。難しいな。どうしよう。そうだなあ、どれ行こうかな。ちょっとかなり長くなりそうなので、この部分は飛ばしてみていただければと思います。マジでどうするかな。どれ取ればいいか分かんないぞ。粘り打ち。そうですね。リベンジと筋力がないですね。早急取るかな。これでまあバランスは良くなったっちゃ良くなったけど。連打ラッキーセブン。技術がいらないような気がするんだよな。難しいなぁと。で、60いきたいのかな。これで取れるのかってこの辺か。粘り打ち、固め打ち無理だな。うん、あともう基礎に振るしかなさそうですね。基礎だな、じゃあ。守備。ミート、筋力か。これで60なんだよな。B はいける感じですけどね。B はいけるけど。A はいけないって感じですね。筋力か。ひねり出せないな。うん、外して送球、粘り。いやー、送球ぐらいしかないな。リベンジ。守備95かな、したら。むずい。60は行きたいな、最低。ちょい足らんな。うん、14。これかな。2個取れれば。取れないっすね。2個取れないな。95だからな。単動かな、これで。弾道ね。うん、まあこんなとこですかね。リベンジ。うん、これでいきますか。いっぱいいっぱいかな。さあ。できたー！やりました、皆さん。SS ランクできました。いやー、ついにできたなー。いや、ライチ感想なくて、なんかタックも絡まなくて、うわーと思ったんですけどね、なんとか SS ランク作れましたね。よかったー。ようやっとだ。ふぅ。これは大変だったな。はい。ということでね、なんとか。で、もう少し筋力集められて、そうだな。もうちょっと筋力タック絡んで、あとはデッキがもうちょっと変えられれば、もうちょっと上なら目指せそうな感じですね。いやー、できました。SS ランク。これはもう、ちょっと入れ替えてみようかな。嬉しいっすだな。いいですね。そこそこ上がりましたね、チームランクも。いやー、ついに SS ランクできました。ちょっと最後長くなってしまいましたが、やっぱり、そこそこ、まあ、経験点が出たり、流れがそこそこな時は、やっぱり時間をかけてしっかり、自分の悔いのないように、まあ、能力をしっかり考えて、まあ振っていくのがいいんじゃないかなと思います。よっしゃ、できたぜ。しかも動画にできたぜ。嬉しい。結構まあ何回か、1000で挑戦していてダメだったので、本当にできて嬉しかったですわ。ぜひぜひ、結構頑張ったので、皆さんからの、高評価、あとはコメントですね。いただければ本当に嬉しいです。ちょっと最後は長くなってしまって申し訳ございませんでした。ついにできたぜ。やったー。また新キャラ来て、こいつやべえなっていうのが来たら手に入れてめちゃくちゃまたサクセスやりたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますのでそちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますのでもしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。